はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、ゆずりは使っていこう。ゆずりはかな、合ってるかな、使っていこう。で、このキャラね、結構強くて、イラストもいいね。イラストもなんか和風な感じがして、すごく可愛いと。39ターンで変身。変身したら、まあ、たこ焼きめっちゃ持ってますとか、10強4つ持ってます、ウェイめっちゃ持ってます、で、シンクロ覚醒が V 破壊ボーナスとか。イラストもやっぱね、これ変身後もいいね。なんか本当にガンコラのキャラのイラスト本当好きやわ。で、2ターンで、6号マスなって75億出して、この、まあ、あれかな、スティッチのまあ非属性バージョン的な感じかな。で、コンボドロップを作ると。で、これが結構ね、強いというか、あのコンボ加算めっちゃできるっていうね。これリーダースキル見て、リーダースキルがさ、 1.3 倍月券あって固定が1000万でコンボ加算がねえんだけど、このスキルがループするとコンボドロップたくさん作れるから、本当にたくさんコンボができますよっていう感じで使っていこう。だから実質リーダースキルにコンボ加算があるみたいなもんだから、これ使っていこうか。で、今回結構ガチに組んできた新協調ね、やっていこうか。んで、結構ね、このパーティー結構カチッとハマった感じがあって、すごいね、よくできたパーティーというか、使っていこうか。で、ポンポンプリンね。ポンポンプリンはウェイとドロキョウとスキビモリかな、サンリオの武器で。オーロラ姫が、まあ、これほんとこれ強くて、まあディズニーイベントの中で一番強いじゃないかってくらい、ほんとこれ強いね。5ターンで軽減ともろもろ回復すると。で、武器はポスト、ドロキョウとスキビモリかな。で、このね、アンドロモン持ってきた。なんでこれ入れてるんだって感じあるけど、これウェイ持ってる、小学生ウェイ持ってるから、このユズリハちゃんとね、すごく相性がいいっていう感じで使っていこう。これいいね。で、この4ターンで無効貫通。今回このパーティーさ、無効貫通のスキルがなかったから、無効貫通これでしていこうって感じかな。で、浮遊つけた西宮桃ちゃんかな。で、浮遊と2ターンチャージかな、持ってきた。で、こいつがもうバケモンデジモンのこのキャラバケモンって感じ。これね、本当にこいつ強くて、このバードラモン、進化の方の、究極進化の方のバードラモン、これがもうガチめに強くて、これスキル5ターンでダブル吸収しながら HP を 2.5 倍にするっていう、これちょっとさ、5ターンで打てていいのって感じがあるね、正直。5ターンで打てていいスキルじゃねえ、これ正直。マジでやってる、このスキルで使っていこう。で、彦星、まあ、スキブ盛りと3ターンチャージで、カンロジミツリ、カンロジちゃん持ってきた。この子ね、まあルーレットかな、ルーレット、まあ、帯10強めっちゃ持ってて、冬つけたら火力出るし、4ターンでこの、これもね、相性いいんだ。すげえ相性良くて、あ、待って、軽減ループだ。ちょっと待った。あー、マジか。でも、この子さ、覚醒スキルめっちゃ強いし、これでいいか。ちょっと、なんか、パーティーが下手くそやな。使っていこう、フレンドが、マグニート。で、やっていこう。よし、やっていこう。で、もう、初手変身できるようにしてきた。で、ここは、遅延来るかな？まあ、遅延来るね。ここで負けるやつおる？みんな、8万まで持って、HP 持ってきたわ。これで多分、耐久できるはず。で、神結び、まあ、軽減ループ、こんな、あんなに入れなかったから。あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。84,000。84,000か。わかった。OK。88,000。88,000。これで多分耐久できるはず。これ持ってきた。チーム HP とスキブ盛りで持ってきた。で、どうだ ?OK! 軽減も効いた。で、これ、遅延、やっと申し訳ねえ。すごく見づらい動画かもしれんけど、もう許して。チャージ。OK!76か、今、ちょっとやめとこう。これ、チャージ、OK! あ、でも、別に打っていいか。
で、しっぽい風打って、これ打って、チャージ。で、チャージ、OK。これで、まあ、一ターン、これ2ターンだからさ、ちょっと待っていっか。まあ、今遅延効いてるし、軽減とあれで。で、ウェイ組んだ方がいいかな。パズルが、パズルがうんち。これで、まあ、ここはちょっとまあ5コンボ、6コンボ、7コンボだけど、あ、コンボ加算だ、マジか。これで、お、いいね。で、この、これね、あの、火属性が全員の75個出せるっていう。これは結構強えんじゃねえか。これ結構強えんじゃねえか。で、コンボドップを作っていくと、ルレットも作ろっか。あ、そうか、一旦で終わるんか、ルレット。じゃあ、こうして、火のあれもらって回復。オッケー、これでいこう。ダメ、オッケー。これで、で、めっちゃコンボガさんが入って、いや、すごいね、これコンボガさん。いいね。これで、75億、パーチ。素晴らしい。いける、オッケー。ちょっと軽く怖いか。2回走。いや、本当に、冒頭で6分、7分、8分ぐらいで、多分、ぐだってんだ、これ。やべえ、やめて、それ。やめて、それ。あ、遅延効いてよかった。で、これ打って、全員あげると、あ、素晴らしいね。え、結構強いかもしんない。そして楽しい、使ってて結構いいかもしんない。向こうでしょ、向こう張ってるね。 OK、 これで今デバフ食らってんのか。デバフ 0.01、 まずいなこれ。あ、でもあれだ、これ使えばさ、一旦待つか。ちょっと問い消しとこうか。一旦さ、これそうね、これ打とうか。これ打てば全員上げると。あ、いい、アンドラモン結構刺さってる。これいいぞ。で、4ゲシ結構ね、そして今回ねめっちゃあれなんだよな。いや、ミスった。俺ね、今日動画撮ってたんだけど、めちゃくちゃボツになってるわ。めちゃくそボツになってる。まあ、こんなもんか、OK。なんかいろいろさ、なんとかを使ってみた、使おうと思ってさ、手を出しまくって、で結果ボツになるっていう。悲しいね。で、これ待って、めっちゃむずいわ。これで、あれ結構でも回復、もう最悪や、もう。待って。あ、これいい感じでいけねえかな。いい感じにさ、これ。ちょっとこれさ。まあ、しゃあないな。もうパズルが よろしくね、これ正直。パズルが俺ちょっと、これめっちゃコンボ傘あるんやけど、嘘。コンボ傘ありまくるよ、これ。めちゃくちゃコンボ傘あると、これ。これ倒してくんねえかな。いや、これ見て、このコンボ傘量。すごいくない、すごくない。引き出し機も強いし。お、いけるね。素晴らしい。いける。で、3階層。楽しいな、ちょっと。こんだけ、まあ、快適だったらな。快適とまではいけないけど、まあ、こんだけ、まあ。てかさ、ごめん、最近のパズルの、ああ、まあ、そっか。悪いところっていうかさ、いいところでもあり、悪いところでもあるんだけど、オメガモン使っちゃったらさ、他のキャラ使えんくなっちゃう、俺。オメガモンの強さ知っちゃったらさ、なんか使えなくない？あの、他のキャラ。まあ、そんなことないか。まあ、そのキャラの違うよ、全然なんか、良さが違えし、良さがあるし、まあ、それはそれで、ワンパンすごい。それでさ、まあ普通に、まあ他のキャラは他のキャラの良さがあるし、まあ、そこはちょっと違うんだろうけど、オメガモンの強さ知っちゃったらさ、強くなれる理由知っちゃったらさ、マジで戻れない、あれは。なんだろう、なんか、例えるなら、iPhone。iPhone あるじゃん。iPhone の、120iPhone Pro、iPhone から、iPhone なんだ、60fps から 120Hz、120fps になった時のぐらいの戻れなさ。例えの下手くそ。例えんの下手すぎる。で、これ打とうかな。あ、これ止まるし、打とうか。いや、これが強えんだわ、このスキルが。こ
このスキル最強。いや、やばい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 。待って待って待って、コンボカさんえぐい。これなんだこのコンボカさん量。これでさ回復 OK。 これで、あ、4ゲージできんかった、ミスった。やべえ、21アイシールド、アイシールド倒して、これで1000万2000万だからワンパンでもできちゃうと。素晴らしい。え、マジで濃厚あるな、ガチで濃厚あるのこれ。でチャージが来るね。あと4、あ、溜まっちゃうかこれ。やべえ、待って、やばいやばいやばい、これ溜まったらまずい、これ溜まるのまずい。次覚醒無効来る、次に覚醒無効来ちゃうので、これは打っといて、あ、うーん、あ、これか、あ、待って、覚醒無効だ、覚醒無効だ。これあえて溜めると、あえて溜めていこう、これあえて溜めまして、 OK。 あー、でもダメだこれ、回復足んねえわ多分これ。いや、マジか、あと4ターン、うわーマジか、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、あー、でも打っていっか、これちょっと半減あれしとこうか。でこれ打って、一半チャージして、 OK。 これでちょっとあと2ターン食べていこうか。で75億 OK。 まあ、割合回復あるから、まあ、負けることはねえんじゃねえかっていう。これでいこう、 OK。これで倒していこう。激減だしね、激減張ってたら大丈夫ですよ。これでパンパンパンで回復して 50%OK、OK、で半減も効いてる。であと 1OKOKOK、OK OK OK、ナイスナイスナイス。え、楽しい、このキャラ使うの。ルーレットがねえな、ルーレットがねえな、これ雷になっちゃった、はあ、マジで落ち込んもねえしよ、はあ、ちょっと嘘だろこれ、ダメだ、もう今日ボツになりすぎて悩まくってるわ、ちょっともう最悪。もうマジか、待って、ちょっと待ってね。オッケー、大幅変更してきた、パーティーをもうガラッと変えてきました。オーロラ姫で軽減を張って、これでルーレットを作ると。いや、ちょっとねこれ、あ、今これあれだ、あの、まあでもちょっとこれも軽減、ちょっと待って、軽減なしで耐えれっかなこれ。激減で22万あるし、あー、でも打った方がいいのかなこれ。いや、でもこれいらない気がする、ちょっとこれ正直回復できれば。ちょっとこの次の階層で使いて、これで、シルク打って、シルクのエンハンスは何倍 ?2.8 倍 OK。 でこれ打って、いや、ちょっとねやり直しまくってるよ正直、もうやばい、ちょっと。でこれで、で喋りながらやると本当にミスるこれ。うーん、ダメだ下手すぎる。でもコンバカさんがめっちゃ入って、4ゲシ4ゲシ、おー、いい落ち込み入った。これで38万からで激減あると。なんで耐久ができ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 て、お願い